かっこつこ、かっこつけよ。かっこつけました。ああ、もうでも終わりなんです。もう見慣れたよ。だってありがとうさすがですね。私はこれからテストだって。頑張って、やば、これから。そう、まあ、そっか、まだ冬休みじゃないのかな、一般の学生じゃないから分かんないんだけどさ、なんかさ、今まではさ23より前からお休みじゃなかったけどさ、祝日が変わったじゃないですか。今日終業式だった。あら、お疲れ様です。明日から冬休みだって。あ、 GRWM っていうのはですね、今ね、なんだろう、 Get Ready With Me っていう、まあショールームで Get Ready With Me って何なんだよって感じなんですけど、なんか一緒に準備しようみたいな的な感じの、なんか YouTube のあれです。なんかね、冬休みか、そういう時期か、まあ、そうだよな、どんどん日が経っていくぜ。やばくない？私ダイソンの美容液使ってるんですよたまにだけど、いいのかどうかもちょっとよくわかんないけど、あるから使ってみてる。うん、早く行かないと民謡マーケット終わっちゃうだって。やってんの？いいな、いいな。早く行かないとって言っても行く時間決まってるからさ、ダメだよね。ツイッターになってたよ。だってすごっ、なんでメンバーより知ってんのなんで、最近頭皮もね動かすようにしてるんですよ。頭皮ってめっちゃ動くよね。すごい、どうでもいい情報。でボサボサになる。うん、頭皮が動くのは頭皮が柔らかい証拠だって。たくさん動かしてる、こうやって自分で頭皮がね、結構前頭皮硬いですね、頭皮が疲れてますねみたいな言われたから、そっからやってます。今は家ですか？家です。よっこいしょ。今から握手会か、ピンポーン。今からっていうかめっちゃ夜です。私夜っていうか6時から遅め、最後の2部。今から免許したらさ絶対崩れるよね。そう、67だよ。それまで何するの？まあ、お昼ご飯食べて、わからない、移動してた会場に行こうとしたらなるんじゃない？それくらいに絶対なんない絶対なんない。あとは
その髪型どうしようって感じ今。メイク配信かな。まあ簡単に言うとそういうことよ。まあ喋りたいだけなんですけど、私が普通に。だかっていうか、一人でメイクするのが寂しいっていうか、わかんない、なんかそのショールームのイベントの時にさ、メイクしながらさ、なんていうの、配信するですけど、よくなんかメイクを無言でやるっていうことにちょっと一人でメイクできない。なんか出かけ、まあ今日はあるけど、なんか誰かが喋り相手がいないとメイクできないやば、喋り相手いないとちょっとメイクできない。確かに絶賛肌荒れ中なんですけど、まああんま見えないと思うけど僕らがメイクなんだよ。スキンケアだったんだよ今まで。血色な。メイクどうしよっかな。使ったものはすぐ元の場所に返しましょう。今日はサンタコスだよね。そうです、サンタコス。だからちょっとなんか何どうしようかな。サンタメイクなんてないしな。あるかな、探せば作ればいい。うん、ひもう半袖しか残ってないかも。だってなんだって、まあ私は個人的にもらうんでミヨンさんから個人的にもらう。え、ね、そうだ、私聞きたかったんですけど、昨日メール何通来ましたか。なんか私の携帯が悪いのか通信が悪いのかなんかよくわかんないんですけど、なんか画像が正しく表示されないので再送してくださいって結構何回か来て、ね、何回か来てっていうか戻されちゃって、それで結局何通送られたのかがよくわからない。いつだな、だってマジもうやってんな。じゃあ結局あのあれは送られなかった。もうあ泣いた。食ったんだよ事実は事実は何がいけないのか分かんないんですけど、2回再送してくださいみんなが来て再送したんですけど、結果でもどうなったの、送られたのかよく分からず終わりました。何がいけないんだろうね。画像が正しく表示されてないですみたいな。何どういうこと、何どういうこと。寄せ方が悪いのかな私の。なんかそんなやばい写真だったんですか。普通の自撮りです。普通の自撮りを載せたら表なんか正しく表示されてないのでみたいな。
再送するか、もう一回同じことを再送するか、なんか画像変えてみてくださいみたいな感じになって、念のため画像も変えて送り直したんですけどね、なんだって、ショックみ、また送るね、じゃあ明日は握手会だみたいなメール送ろうと思ったこんなばっか、なんかそんな、なんかあれじゃないけど、もっと内容あるけど楽しみだねみたいな、ようやくするとそんな感じのメール送ろうとしたんだけど、かなぴねえ、レモンスすごい話飛ぶね、喋りたいから聞いてほしいレモンスのさ、見てくれましたか、私がメールですごい ドアピールしたけど、レモンス見ました、まあ、見てない人ネタバレしちゃうけど許してね、私が喋りたいからなぜならなんか私終わった後ね、総合順位を多分確か3位までしか発表されなくて、なんか知らなかったんですよ自分が、え、3位以内に入れなかったっていうのは分かってたけど、なんかあれと思って、何位なんだろうって思って、でもその最初の方は結果がすごい良かったんですよ、全部一桁台、あのなんていうの、順位が、で状態起こしまで1位だったな、1位状態起こし1位で、あすごい、もう完璧って感じだったんですけど、ハンドボールとシャトルランがすごい苦手だからどうなったんだろうと思ってたら、なんと4位でした、総合パチパチ、総合4位、16期では2位でしたね、そう運動できちゃう、ハンドボール投げ私すごい苦手で、毎年なんか5メートルくらいしか飛ばないんですけど、いや私なんか多分できないっていうか、どうやって投げればいいのか分かんないんですよ、なんか力の入れ方が分からない、物を投げようと思ったことがないからさ、やっぱそうだからな力の入れ方が分からなくてできないんですけど、そのあとはそう体力がないというか、長距離走ることに意味を見出してこなかったので長距離走ることに意味を見出してこなかったの、長距離走るのが苦手で、もう苦手なんですよ、でなんか全然メイク進んでないんだけど、そうシャトルランとかもだいぶねサボってきたし、もう持久走とかもほぼもう歩いてたっていうか、ヤンキーかって感じなんですけど、まあそんな感じで過ごしてきたわけですよ、そんな私が頑張っちゃったよね今回は、なんか負けず嫌いだから、なぜなら頑張っちゃったよね、しかも頑張りすぎてなんか酸欠みたいになって、そうエンディングだっていう時一人でももうなんかもうこの世の終わりだって感じだったんですけどこれも誰も気づいてなかったら私はプロだ私がもう酸欠でもうって感じだったんだけど、そうそれに誰も気づいてなかったら、そうなんか抜けていいよって言われたんですけど、いやいますみたいな、逆に迷惑だよみたいな感じの行動をとって、だけど誰に呼ばれてなかったら私はもう完璧よ、どこまで負けず嫌いなんだそうで、そう5位4位でした、そんな感じ、
握力で握力はもっと頑張れたし何があったかなと。握力くらいか頑張れたの。でもそしたらあんま変わんないから握力はもうちょっと頑張って3位内に入りたかったなって感じ。一番可愛いメンバーだから。そうなんかなんだっけあれ何の順番だ。ハンドボールだけか。ハンドボールだけの順番を決めるのになんか可愛い順に並ぶみたいなやつがあってみんなで話し合いながら決めたんですけど、もういいよみたいな、もう今前田も一番可愛いでいいからみたいな感じになって一番可愛くしてくれました。みんなが優しい嘘。でもあとは基本的になんかなんか苦手な人先行くみたいな話だったのかな。でうちらは可愛い順に並べだったから可愛い方から行くと思ってたので、私も苦手だからなんか可愛い方に苦手な子持ってくみたいな話もしてて、でそれもあって多分1位だったんですけど、そうそう雑に扱われました。逆にそう、そしたらまさかの可愛くない方っていうの下からだったからね、びっくり仰天。でもさ普通にさドラさんとかもだけどさ、わかんない、なんかさみんなのさ作戦っていうの、うちらの作戦のさあれもあるからさ、絶対あれはマジでね、もうなんか全然もう可愛い順では何でもなかった、もはやもはやガチすぎてガチすぎて、みんながガチすぎて、うん、自称ビジュアル面、自称自他ともに認める、自他ともに認める、自他ともに認めるビジュアル面。クリスマスは何するの。だってクリスマスはバトフェスショールームがあるので見てください。さきぽんと、みんなのクリスマスの予定ができました、おめでとうございますバカにしとうなんかまあいっか、顔こんなもん、わからんけど、末永ちゃんもそういう子だったんだね。あ、可愛いってこと。なんかいやでも可愛くない。あ、そういう子自分で可愛いって言うって話ね。なんか急にね、わかんない、私とかはさ、なんていうの、なんていうの、まだなんかみたいな感じなんですよゆずきちゃん、なんかまだなんか素を見れてない感じがするんですけど、そうでもなんかそういう感じなんだ、私もびっくりしたな。そういえばなんかもっとそんなことないですよみたいな、可愛いって言われても全部否定する系だと思ってたの、そしたら違った、違いましたね。
まだベースメイクだぜ、遅すぎ。何のメイクするか迷うな。ここに大量にメイク道具があるんですよ。これはいらないな。あ、待って、これ出るかな。これ出るなら使いたいな。よいしょ。見て、超汚くてあんま近くで見せれないんですけど。あー、崩壊した。バイバイ。よっこいしょ。あ、腹筋が。メイク道具のね、山が。ちょっとメイクのめっちゃあるんです。3つだって普段持ち歩いてるやつ。何サンタさんって何。サンタさんって何。サンタさん何すればいいかな。とりあえず眉毛かけよって感じやんな。決めてから来いよって感じやんな。感じやんな。サンタさん何歳まで来てたの。いや、でもこれはリアルガチな話、年長かな。なんか小1から私中国に行ってるんですよ。で、普通にまあ中国に行くけど、普通に日本のもの欲しいじゃないですか、子供は。そういやね、そんな、まあ、しかもっていうか、まず年中時点でもうサンタが親っていう事実はもうなんかもう完全に見抜いてるわけですよ、私の中で。で、なんだっけな、そうです、小学校のクリスマスを中国で過ごしたけど、あの、なんていうの、日本のゲームの何かが欲しいみたいな話をしてて、まあそりゃね、中国じゃ買えないじゃないですか、そりゃね。いや、買えるのかな、まあネットで買えば買えるけど。んで、でお正月とかあるから、まあ、日本に帰省するわけですよ、まあね。で、日本に帰ってきて、クリスマスだからちょい過ぎだよね、1週間くらい過ぎたくらいに、なんかそう、親戚で、そう、なんかショッピングモールに行ったわけですよ。で、そしたらなんかいきなりなんかプレゼント渡されて、と思って、クリスマスプレゼントだよみたいな。なんか本当はその中国のお家の押し入れの中に入ってたけど、彩香が気づいてないから持ってきてあげたみたいな話をされて、あ、もう大丈夫だからみたいな話をしたのをめちゃくちゃ覚えてる。もうそういうの大丈夫だから、もう大丈夫ってもう分かった分かったっていうのをショッピングモールのど真ん中でしたのを私は覚えている。そう、あ、大丈夫みたいな、もうサンタさんいるとか言う、そういうのいいからみたいな。ませたガキやな、ほんとませたガキやな。そう、やばいよね、親の努力を踏みにじるタイプ。そう、でもまあそう、まあでもそうじゃないわかんないけど、いや、みんないつ気づくもんなんだろう、いつ気づくもんなんだろうっていうか、小1の時点では普通にクラスメイトとか信じてる子がいて、あ、信じてんなって思ってた。いつ気づいた、みんな。
いつ気づいたんだろうみんな、わかんない、なんか私が早いことは認識している多分。なんかね、小3小6とか小学生になってから気づいてはいたが言わなかった。優しいね。でもだから小1くらいから、小1でそのやり取りをしてからサンタさん来なくなりました。だからやっぱいい子にしてれば来るよっていう話は嘘、あの本当だと思う。サンタさんなんかいないしってか知ってるもんみたいなこと言ったら来なくなりました。そう、信じてれば来るんですよやっぱ。信じようだからみんなで今から。今から、そうし、でも普通に、まあ、クリスマスプレゼントはもらってたかな、小5までもらってたかな、小 5? 小5までもらってたかなって感じ。小6からもらってないです、たクリスマスプレゼント、多分。もう一個にあげないと、だって一個ね、マジみんなにさ、一個から来たハッピーバースデーの歌をね聞かせてあげたいくらい、マジでめちゃくちゃ可愛くて、もう目覚ましに設定したいくらいのめちゃくちゃ可愛くて、こんなん聞いたら飛び起きるよっていうくらい本当に可愛くて、聞かせてあげたいけど聞かせてあげれないわ。年玉は私はまだもらう方なので、一応もら、一応っていうかもらってますね。まだいつまでくれるんでしょう。なんか昔というか、まあ、兄弟が多くて、なんかいとこも多いんですよ。なんかだから年玉何歳までねみたいな決まりがあるらしい、一応。なんだっけ、就職したら、大学生になったらみたいな決まりがあるらしい。わかんないけど、よくわかってない私は。ちっちゃい頃ってさ、お年玉さ自分でもらってました、受け取ってました。前だけは回収されてたんですけど、お年玉って高3までだと思ってた、だって。じゃないのかな、私今年。内説。お年玉って回収されない？ちっちゃい頃お年玉回収されてたよ私。回収されてて。最近その回収されたお金、入学祝いとか全部をお母さんが止め、私がいつかなんか大学行くとかなんかお金が必要になった時に使うようとして貯金してくれてるっていうのも知ったんですけど、ちっちゃい頃さ、それ言われてもさ信じないわけよ、そんなね。そっか、ありがとうとはなんないわけよ、ちっちゃい頃。ね、本当にマジでお年玉はお母さんが持ってってお母さんが使ってると思ってた。そう、だからお年玉なんかいらないよと思ってた昔はね。いつからかでも自分管理になって、
そう今はそうですかって感じなんですけど、ありがとうございますって感じなんだそう貯金されてました今日は眉毛を丁寧に描きました。眉毛さつり目に描きたいんですけど、どうしてもつり目に描けないうん、みんな自分でお年玉使ってた。なんかさ友達とかでもさ、お年玉をなんだお年玉でかなんか福袋買いに行こうよとかさすごい誘われたけど、いやうち回収されるんだよねみたいな感じだったんだよね。みんなどんな感じなんだろう。自分管理だった。自分で貯金だって、混ぜてるね。それはそれで混ぜてるよそれはそれで混ぜてるよ。化粧長くない私。いや、ゆっくりやりすぎだよね回収されて引き出せないと困るね。だって確かに。でも一番上のお兄ちゃんとかはもう全部結婚式の時かな、結婚する時に使ったらしいです。だからそうなんかね、なんだろう、何に使うんだろうね結果的に。お兄ちゃんは大学かなの時に使ったっぽいけど、留学行った時に使ったのかなとかね、急にポーンって必要になる時あるやんきっと。免許で使わなかったの、使わなかったんですよ。まだって言われたまだって何って感じだけど、まだらしい。眉毛なんか変じゃない？めっか。正月だね。てかもうそっか、もう今年あと1週間もしかして。目見開いちゃった。あと1週間ですか。だんだん色づいてきました。あの顔が令和元年笑っちゃうね。なんかさ、この話したかわかんないんですけど、この間ね令和元年の10円玉をたまたまお釣りでもらって、なんか令和元年って短い、まあ短いというか、まあでも令和元年の10円玉ってなんか10月以降に発行とかで、なんかいずれレア公開になるんじゃないかと思って取っとこうと思ったんですけど、普通になんかめんどくさくなってよ使いましたっていう話使ったんかーいっていう話なんだけど、なんかいずれの話しても仕方ないなと思って、また巡り合ったら。でも多分なんか未使用、多分私の時に開けてくれてたから未使用だから、本当に綺麗に保管してたらレア公開になると思うんですよね、って思ったんだけどやめました。普通にコンビニとかのレジで使いました。確かそんな取っとくとかできないかったわ自分そう令和元年は8ヶ月あるけど、発行が始まったのが遅くてみたいな
特に1円玉は生産数が少なくて、なんか1円玉は本当にもう跳ね上がるらしいみたいな話を聞いてたから、10円玉はどうなんだろうって思ったけど、やめました。令和元年の1円玉に巡り合った人は取っといた方がいいですよ。多分わかんないけど、まあ多分使うと思うけど、私だったら使う。そう、でもさ、だからうん、綺麗に取っとくのが一番だと思う。詳しい、そう、詳しいでしょ、調べちゃったもんだって。その時にそう、なんかでも分かんない、ネット見た感じでも5000円とかの価値に跳ね上がるらしいけど、1円玉1円玉が5000円って何って感じだけどね。めちゃくちゃ何って感じだよね。売ればの話ね、レア効果のなんかお店とかに。あとなんだっけ、令和元年のエラーの5円玉、なんか穴がずれてたりとかいろいろあるらしいんだけど、なんかとかも結構重宝されるらしい。めっちゃ調べとるやん。平成31年もレアかな。レアだと思いますよ。だって31年の方が短いしね。どちらかというと、どちらかというとってか普通に。しかもまだ綺麗そう、わかんないけど。さあ、ここまではよかろう。ギザ銃もなんか、ギザ銃の何年かは高いみたいな話は聞いたことがある。何お釣りで儲けようとしてんの。お釣りで儲けようとするね。リップ濃すぎ。さあ、こっからが本番だよ。アホみたいにアイシャドウあるんだから、本当に。何を使おうかな。ピンク。最近ピンクばっかりしてる。ピンク塗りたい。ピンクばっかりあるんだよな。しかも。かわいいこの色なのに全然使ってない。うん、何塗ろうかな。お札もゾロ目だと高額とか聞いたことあるね。出会ったことないっていうかさ、まだなんか私は硬貨の製造年数結構見えるんですよ。なんかすごいこれ新しいとかめっちゃ気になるから、なんかお札のさ製造番号とかさ見えるっていう話。分かんない。でもさ、あれじゃない、銀行からさ大金をさないけどさ、できない、私はできないけど、銀行から大金を引き出せばありそうじゃない、わかんないけど1枚くらい。使ってないアイラインがさ何本も発掘されるってどういうこと、どういうことって。私なんだけど犯人は。どういうこと、こんなに必要ないでしょ絶対。全部同じ色だし、かも。さあ、
早く決めろ、うん、はい。普通にシャでいいや、シャでいいや、てかシャがいいな。シンプル、シンプル、モテメイクにします。モテメイクにします。何がモテるのかわからないけど、モテメイクにします。モテそうなメイクにします。バイバイ。嘘です、広げます。よいしょ。うん、よっこいしょ、よっこいしょ。この辺も通過を。さあ本番だ。めっちゃもうお金の話でコメント欄が溢れておる。2000円札は持っている、だって2000円札は持ってない。であ、あ、あります、あります。手あげる。今日して、あのね、なんだっけ、なんていうのあれ、あの切符買うやつ、あのチャージするやつ、チャージするやつでさ、お釣りが2000円札だったことがある。けどそれも即使った、うん、即使った気がする。多分。まあ使うよね、お金普通に。そんな取っとくとかできなくない？取っとくとかできなくないとか、貯金できない女みたいになってるけどさ。まやかちゃんが昨日演じコスしてたね、だって。そう見た、なんかツイッターに載ってたよね。物は大切に扱いましょうっていうコメントがついてた気がする。よくわけなんかね、似合ってるよって言っといて、誰か似合って、とってもよく似合ってるよって言っといて、で前田が言ってた。2000円札は沖縄のお札。そうなの？初めて知った。そうなの？何？首里城でも書かれてんの？どういうこと？沖縄でしか流通してないってこと？どういうこと？どういうこっちゃねん。どういうこっちゃねん。みんな詳しいねっていうか、まあ詳しい人がコメントしてるだけが詳しい。沖縄のために作ったお金。あー、なるほどね。沖縄サミットで記念してってきた。なるほどね。そういうこと、そういう系ね。なるほどね、なるほどね。じゃあレアじゃん、きっとね。結構レアじゃんね。でもさ、2000円札をお釣りで使うことってさ、あんまないよね。あんまないよねっていうかさ、なんていうの、1000円札の方がさ絶対便利だよね。ないから2000円札にしたのか。まあそうか、そうだよね。
なんか失敗したかもしれない。今日はパンダを意識してメイクをしています。垂れ目に見せたいからここの部分だけなんか斜めに色を鏡で映ってるようになって色をのせていきます。パンダになります。今日は本当に。でもさ、これで垂れ目に見えるのでしょうかって感じはするけど、まあ、見えるからみんなやってんだな。もうテンションおかしくない？いつもか。どのくらいで完成？私の気持ち次第。私の気持ち次第。私の気分。私の気分。パン屋ってよく行く？パン屋ね、行きますよ、たまに。たまに。よくは行かないか。よくは行かないかな。パン屋のパン買うのってさ、やっぱさ、ちょっとさ、勇気やない？わかんないけど、なんかさ、普通のさ、スーパーとかで売ってるパンよりさ、ちょっと高いじゃん。ちょっとってか、普通に高いじゃん。だから、勇気が必要。なんかいつもメイク違うからさ、よくわかんないんですけど、タワー来たよ。だってあ、すごい、はじめましてのタワーじゃなかった。見たことあった。あやかわいさん、ありがとうございます。すごい、こんな中途半端な感じで、あー、いろいろ物が落ちるぜ。何時間かけてメイクするんだろう。私ここに住んでいない。待って、なんかね、私ね、あやかまではね、並びを覚えたの。こうやん。すごい凝視してるね。すごい、髪の毛バサバサだけどこの状態でもいいですか？まあダメって言われてもこの状態でやるんだけど。今日は雪降らないかな。なんか前、いつかさ、ホワイトクリスマスっぽい時やりましたよね、数年前。若干降った。くまたん、くまたん、
ったん。メイク途中だけど、ありがとうございます。カムサハムニだ、シェイシェイ。サンキュー。今何分ですか？私時計がないからこんなにゆっくりしてるんだと思うんだよね。ダメだと思う。自分を律しよう。54分、1時間もメイクしとるやんけ。でここまでしか進んでないよ、やばすぎ。やってるさ、全然さ喋りすぎてさ進んでないよね。やろうメイクちゃんと。こんな感じ、こんな感じか、こんな感じでいっか。あー目にめっちゃアイライン入ったけど、まあいっか。こんなもん。今真剣タイムだからちょっと待ってね。こんなもん。こんなもん。見えないよね、そっちから。そっちからっていうか画面越しじゃん。あー最近アイライン引くのがめちゃくちゃ下手くそなんですよね。ナイピーナエナッチ。よかろう、こんなもんだろう。前だやかになっていく、前だやかになっていきます。だんだん今日は多分いつもより、今日は握手会に来てくれた方見てほしい。今日はいつもより、いつもよりっていうか、まあでも男の人はあんま気づかないよね。なんか色味を抑えたというか、王道っぽいメイク。
王道だけど、よいしょよいしょ、王道だし薄めだけど、よいしょよいしょは抑えた。メイク好きなんですよね、本当に。こんな感じじゃないでしょうか、目は。気づいてるけど褒め方がわからないんだよね、だって、今日のメイクいいじゃんで、いいじゃん今日のメイクいいねって、今日なんかメイク違うとかでもいいんじゃない、わかんないけど、今日なんか違うって、今日なんかメイク変えたとか聞いたら、多分あ、どこどこ違うのみたいな、分かったって言うから、多分女子は。そしたら、え、俺そっちの方が好きかもって言えば大丈夫大丈夫。普通がいいんです、普通で一番です。前田彩香の後であーちゃんにぜひ、多分メンバーのテンション上がります、それ言われたら。え、気づいてくれたのみたいな、嬉しいみたいななると思う。でもやっぱメイクの変化に気づいてくれるのとかね、嬉しいもんじゃないですか。やっぱ自分がさ可愛くなる努力をさしているわけじゃないですか、そこで。それに気づいてもらえるのは何よりですよ、本当に。多分わかんない、そうじゃない人もいるかもしれないから多分ってつけとくね。多分よし、これにしよう。後でやってみます、だってぜひ使ってみて、多分喜ぶと思うから。やっぱさ女の子のことは女の子が分かるよねっていう話やっぱいつものいつものなんか違ったわ ね、あとね、なんだっけ、今日なんかいつもと違うって聞いて、え、いつもと一緒だよって言われるパターンもあるじゃないですか。それはね、人間誰しも間違いはある。だからそうなったら、なんか今日いつもより可愛いよってまた言っとけば大丈夫言っとけば大丈夫だから、嘘をなんか今日可愛いとか言っとけば大丈夫、乗り切れる。なあ、目の中にホコリ入ってんだけどさ、ちょっと取るのめんどくさいな。ぜひ使ってみて、私のアイディア。
すごい今真剣タイムだから、ちょっとさっきからずっと真剣タイムって言ってるわ。でもまつげってさ大事なんですよ本当に。比較画像を出してあげたいくらいにマジで大事。あ伸びすぎかなそれは。まあ、いっか。第一タイム終わった。でも最終チェックタイム、まあ後で直すから、まあ、いいとして。そんで、最後にこれも塗っとけば完璧グーの音、完璧グーの音です。グーの音も出ねーぜ。が悪いですね。そしてですね、何もついてない筆でね、こうやって一周させとけばなんとかなるんですよ。完璧ですね。完成。さあ何を持っていくか。このアイラインがすごく出るということが分かった。お片付け片付け。こんなもんでよかろう。あと眉毛、チーク、チーク、こっち持ってこう。はい、完璧。風強いの今日やだ。なんで間違え、ミンティア入れようとしちゃった、メイクポーチに。うん、あよっこいしょ。これは NGT の藤崎美優ちゃんからもらったやつ、大切に使っておる。こんなもんではなかろうか。こんなもんではなかろうか。
後ろのピンクのぬいぐるみは何？もらいました、いただき物です。一緒に寝てます。忘れ物ないですか？ないです。多分髪の毛ボサボサ。というわけで、いや前髪とか直してから切ろう。髪型どうしよう。今日可愛くしたいな。何がいいかな。結ぶけど何しようかな。なんか凝ったヘアアレンジしようかなって感じのテンション一応だから、とりあえず前髪だけ直そうかな。あとで YouTube で調べてそれやろうYouTube で髪型調べがち、冬ヘアアレンジとかで調べがち。サンタのメンバーってさ、可愛くない？可愛いよね。美容院行きたいな。すぐ美容院行きたくなっちゃうんですよね。別に切りたいわけでもなんでもないのに美容院行きたいなってなる。前髪もっと薄くしたいな前髪めっちゃ薄くしたんですよね。でも結構前に前髪綺麗じゃない？今日なんか前髪綺麗じゃない？とりあえず前面は可愛い、前面は可愛くなりました。前面は
あと側面等をきれいに仕上げて、後で会いましょう。会える方は。そっか、でも風吹いてんのか。今ね、アレンジ向こう行ってからしようかな。まあいいや、こんな感じでした。私の朝、朝でもない、昼、昼ご飯食べたいと思います。この後ってな感じです。なんか生きてる？生きてるか。OK。それでは以上。あ、ランキング発表しなきゃ。なんかおかしいなと思ったんです。13位からいこうかな。13位チャンさん、12位ケイジさん、11位ナガさん、10位スエンさん、9位アヤさん、8位ヒサオさん、7位 TY さん、6位前田敦夫さん、5位あとであーちゃんのところに会いに行くゆきたんさん、4位チーフさんです。ありがとうございます。3位丸岡優希さん、ありがとうございます。第2位ひろみど0619さん、ありがとうございます。そして第1位はあやかばいさんです。ありがとうございます。こちらもね、ありがとうございました。長々とおしゃべりいたしました。お付き合いいただきありがとうございました。またなまたね、後でね、後で会う人は後でね、後で会わない人はまた今度ね。じゃあよー、在地園だって。シェンシェン、ありがとうございました。またねー、バイバーイ。